ラーメンを求めて、なんとゲスト団員のミンゴスさん、今井あさみさんと一緒にお店まで来ちゃいました。みなさんこんばんは。ゲスト団員の今井あさみです。嬉しい、ありがとうございます。こんなはしゃいでいいのかわからないぐらいおしゃれなラーメン屋さんそうですよね。本当に今回ミンゴスさんと一緒に素敵なラーメン屋に来ることができました。嬉しい嬉しい。もうすでにお腹が空きすぎてもう本当に倒れそうです。いや本当にです。いやでもまさかミンゴスさんに一緒にラーメン食べられたらいいなって思ってまったんですけど、うん、夢の話だと思ってたので、実現するなんてと思ってめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いや私も今回リクエストありますかって言われたじゃないですか、はい、でもあんまりラーメン詳しくなくて、うん、私はもう匠の技が光るラーメンが食べたい。それをお伝えしたら、はい、こんな素敵な、うん、そうなんです、ね、ナイス私ナイスナイスミンゴさんということでお店さんもねご紹介させてください、はい、今回お邪魔させていただいているのは五穀寺にあります麺匠さんです。はい、はあ、いやね本当にこの店内もとっても素敵なインテリアの数々で、うんね、ちょっとしたバーみたいな雰囲気もありつつ、もうお店に入った瞬間の、はい、もうラーメンのいい香りがすごいし、はい、そう製麺工場とかも見えたりとかして。本当だ、後ろに、後ろで製麺なのかな分かんないけどね、きっとここで美味しい、ね、自信があるっていう表れだよね。そう思います、うん、すごい、ぜひ皆さんにも体験してみてほしいなと思います、うん。で番組としては以前系列の、自家製麺麺匠東京さんの方でロケをさせていただいたんですけれども、今回は麺匠さんで、もうねまだちょっと私たちギリギリまでメニューも選べないくらい、そうなの、まだ決めてないの、そうなんです、美味しそうなのがいっぱいあるので、この後決めて注文して、では今からそれが届くのを待ちたいと思います。ラーメンが着弾しました。コーリありがとうありがとうありがとう、本当にこの番組をずっと続けてくれててありがとう。あ、ありがとうございます、嬉しい。ということで商品を紹介させてください。ミンゴスさんがご注文されたのは、はい、こちらがですね、はい、奥能登の塩ラーメン、うん、そうですでございます。奥能登の塩ラーメンでございます。いやもうこれは、はい、もう本当に悩みに悩んだ挙句、うん、店員さんにどれがいいと思いますかって聞いたところ、はい、塩が他のお店とはちょっと違ったいろいろ工夫があるのでおすすめですと言ってくださったので、私はこれを選びました。そして私の好きな味玉を乗っけました。しかも最強漬けなんですってね、初めて聞きました。で白い方がこう上になってるから、これはあの切ったところを下にしてるんですかって聞いたら、丸々1個なんだって。うわすごい贅沢。こちらでございます。はい、そして私コーリが注文したのはなんと今月の限定麺でございます。おいしそう。はい、神山すだちの松茸ラーメンです。うわーすごい。そうなんです、なんかミンゴスさんのご注文された塩ラーメンとベースは一緒なんですけど、少しアレンジがあるということで、うんうん、それぞれの良さがあるみたいなので、ぜひ楽しんでいきましょう。はい、ではせーの、いただきます。ぜひミンゴスさん最初言ってください。それでは、はい、スープからいきたいですね。いいですね。じゃあスープからいただきたいと思います。はい、透明、あ、スープがすごく複雑なお味がします。一種類ではない。めちゃくちゃ美味しい。わー、ミンゴスさんのめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。いただきました。でも何が入ってるかわからないぐらい美味しいすごい、それもすごいです、ね、うん、嬉しい。ミンゴスさんとラーメン食べてる、美味しい。やったー。ちょっと麺もぜひぜひ。
いただきます。スープはどうやらね、親鶏、アサリ、煮干しをメインになっているスープだそうですよ。麺もここで作って、粉からね、はい、作ってらっしゃるんだってね。そうなんです。製麺どころじゃなかった、はい、製粉だった。いただきます。麺自体が、はい、とんでもなく、うん、優しいお味がついてて、それにこの塩ラーメンが絡まったら、はい、意味がわからない。それぐらい美味しい。初めて聞いた。これも食べて。ありがとうございます。じゃあ私もいただいていきたいと思います。まずはスープから。いやー、そう、店員さんおすすめの塩、楽しみです。うん、もう香り、口をつける前に香りが、ね、複雑でしょ。複雑、うん、でもなんか塩のスープの複雑な旨味と、うん、すだちと松茸がこっち香りがすごいします。うん、いい香り。いただきます。うわなるよね。うわえ、これ答え聞いちゃったんだけど言っていいかな。はい、スープの、はい、ぜひ。あ、団長さん、スープのあれですね、はい、内容ですね、はい、こちらのスープ、親鶏とアサリと煮干しで、こっちは、うん、そこに松茸のエキスが、うん、複雑でしょ。めちゃくちゃ複雑。めちゃくちゃ美味しい。ないのに、うん、ものすごく豊かな味がします。私が求めてたラーメン、嬉しい。やった、美味しい。うわー、これ毎日飲みたい。わかる、美味しい。でも普段は並ぶんだよ。そうですよね。もう大人気、大人気なので、うん、皆様からも麺も食べてほしい。ぜひいただきます。感想を聞かせて。はい、このストレートなツヤツヤですね。早速いただきます。はぁ、うん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 、どう、どう、リクエスト通り。ガンガン食べていい？食べましょう、ガンガン食べましょう、はい、ガンガン食べたい。やばい、おいしい、素晴らしい、おいしい。なんか、うん、自家製麺の素敵なところが、うん、ギュッと入ってますよね。確かに、いろいろ食べてるから氷はね。あ、そうなんです、うん、なんだろう、すごくなんか腰は感じるのに、うん、柔らかさもある、優しさもある、うん、やっぱりこの小麦からね、うん、製粉してるっていうのの良さがすごくわかる。おいしい、うん、あ、うん、こんなに美味しいラーメンが世の中にあるんだって感じ。あるんです。びっくり。ラーメンの世界って本当に広いんです。あのね、やば、もうちょっと一口食べちゃったんだけど、あ、チャーシューも、どうです、チャーシュー、すっごく旨味が、うまみの塊、うまみいいですね。今みんごさんが召し上がってるチャーシューは、うん、豚肩ロースを、うん、なんと桜チップで燻製してくださってるそうです。桜チップの香りなんだこれ、うん、でね、うん、どこを食べても柔らかいの。チャーシューって覚悟しない、ちょっとだけ。わかります、わかります。端っこの方は硬いのかなみたいな、うんうん、全部旨味の柔らかみ。このちょっと端っこのところも旨味、うん、美味しい、素晴らしい。いやー、たまりませんな。
しましょう。じゃあ私もこの見てください、今月の11月の限定麺にはですね、なんと英語のサーロイン座布団がなんだと乗っております。なんだと、皆様本当にありがとうございます。団長、座布団いただきます。座布団だけ追加で食べたい。Go to heaven です。マジ、すごっ。これ原価大丈夫？本当ですよね、心配。そうなんですよ、豪華すぎて。だって見てください、松茸もこんなに入ってる。寄せすぎ、入ってますよ。寄せすぎ、信じられない。信じられ、やば、信じられない。うん、なんか心意気を感じる。うん、ラーメンの愛する心意気。そうですよね、ここに詰まってますよね。お肉、油が美味しい、甘い、最高、柔らかい。こんなご時世じゃなきゃコーリーの1個もらうのに。本当ですよね、さきは1個もしたかったぐらいです。え、メンマも食べたことない、これ。うん、何これ、穂先メンマっていうジャンルなんです。へえ、何これ。めっちゃ美味しいはず。でもやっぱ全体的に一つ一つがなんかこうとっても強いインパクトを残してくれるのに、全部なんか味の角が丸い感じがする。わかります、うん、それも麺匠さんのラーメンの特徴なんだかもしれないですね、うんうん、なんかこんなにも優しい、そう、複雑な旨味と奥深いのに優しさもある、うん、すごすぎる。たまらん。あ、じゃあちょっと氷はですね、松茸行ってください。ありがとうございます。松茸が食べてとささやいている。やった。ありがとうございます。すごい、ところラッキーガールです。どうもすいません、まるでおねだりした形になっちゃった。すごい嬉しい。同じ美味しさをいただきます。これはもう私だけの特権です。うわー嬉しい。ちょっとなんかよく分かんなくなってお箸がぐるぐるしちゃった。綺麗、見てください、このうっすら赤いの。そうなんです。いただきます。これ、このお肉を、うん、なんかラーメンが直前で麺が品切れになっちゃって麺がなくなっちゃったんですって言っても、うん、このお肉だけもらって帰っていいですかみたいな買って帰りたい、それぐらいの主役になれる。そう、味わかります。え、でもこの味がラーメンの上に乗っかって。そうなんですよ、勝たない。あの、これスープ、スープにつけてみよう、ね、それもまた違うかもしれないですね。ね、そうなんですよ。なんかもうお肉だけでもほんと主役感あるから。わかります。どうなっちゃうのこれ。もう王様ですね。ちょっとじゃあスープに浸したお肉いただいてみます。はい、あ、味変わる。そうなんです。またまろみが増す。まろみ、ただでさえ、うん、ずっと雲の上を歩いてるかのような食感だったのに、うん、そこにまろみが増す。すごい、すごい、すごい、いただきました。おいしい、おいしい、おいしい、おいしいです。びっくりした。嬉しい。卵も食べよう。食べましょう。最強漬けってどういうことね。なんか普通こういう煮卵って、うん、茶色くなってるじゃないですか。そう、確かに白いんですよ、白身が。そう、不思議な
それでって中の黄身がもう、いや何これゼリー、やばい、これすごい、す、卵ちゃんこんな色なの問いかけたくない、ちょっといただきます。上手に食べられるかな、どうですか、私が知ってる煮卵じゃない、そうなんだ、食べたことない、ミンゴさん今までたくさんの美味しいものを召し上がってきた中でも初の遭遇、これ確かに半分に割って出したら、黄身がとろけ出ちゃう、それくらいとろとろなんだ、だから中盤で混ぜて食べるのが正解だわ、確かに、うわー、この麺と混ざってるのいいですね、最高、これラーメンっていうジャンルを超えてるかも、なんか違うジャンルだと思う、なんかいろいろとこう上越を感じますね、本当に、ということで素晴らしい一杯と出会いました、この後も私たち美味しくいただいていきます、ということで最高の一杯美味しくいただきました、いや美味しかった、美味しかったです、コーヒー全部スープも飲んだ気づいたら会員してました、はい、美味しすぎました、本当にびっくりしたね、普段そんなに私ラーメンを食べる方ではないんですけど、はい、本当にラーメンの世界がこんなに進化してる、そうなんです、嬉しい嬉しい、本当にびっくり、嬉しい、もう本当目から鱗、晴天の霹靂、すべてのそういった言葉を全部今詰め込みたいぐらい嬉しいです、ミンゴさん、科学も感じて、わかります、ね、こうあの壁にね科学式とか書いてあって、そうなんだ、きっとそういうのにもこだわって、お互いが喧嘩しないような化学反応が起こるようなそういった研究をされてるんだなっていうのがもうひしひしと伝わってきたのと、食べた後の、はい、さっぱりかも、すごいね、お腹いっぱいなのにさっぱりしてる、そうなんです、すごい上質な旨味を感じました、美味しかったです、本当にこのね素晴らしい素材に感謝、そしてこんな美味しいラーメンを生み出してくださった皆さんに、お店の職人さんに感謝の気持ちを届けたいという気持ちですさあということで、なんとミンゴさんロケパートここまでということで、本当に今日は来てくださってありがとうございました、こちらこそ皆さんもありがとうございました、楽しんでもらえましたか、本当に楽しかったし、なんかこう今日、はい、このロケに関わってる、こう、まあ、もちろんコーリーもそうだし、スタッフさんもそうだし、このお店の皆さんのなんかこうなんだろう、多幸感というか幸せな、自分の好きなものに関わってる幸せな感じがめちゃめちゃ感じ取れて、本当に今ハッピーな気持ちでいっぱい、いや嬉しい、いやもう私こそ今日めちゃくちゃハッピーで、本当にまさかミンゴスさんとアリメンなんでロケに行けるなんて、もうプライベートの旅行かのように楽しんじゃいました、本当ありがとうございました、こちらこそということで、ではいつもの挨拶を一緒にさせていただきます、せーの、ごちそうさまでした、コーリーアリサのアリメンだー。